パワハラ疑惑の楽天、安楽智弘、現場には田中将大もいたのか。複数の選手に対するパワハラが報じられた楽天、安楽智弘投手、田中将大も現場に居合わせていたという証言もある。投手陣のリーダー的存在である彼も問題に関与していたのか。ネットの反応は、こういう問題が出る前に日ハムに来れば新庄さんがしっかり師弟関係みたいになってエスコンでは割と勝っていましたし、こういう問題が出たからもう無理でしょう、斎藤佑樹さんとは逆になりましたね。安楽が後輩を蹴ってる、実際にパワハラしてる問題の動画見たけど、あれは周りも笑っててひどいね。最年長の身でありながら何も注意しないどころか、むしろ加担して一緒になって笑ってる田中将大にはがっかりした。野球人だけでなく人として礼儀礼節を重んじて特に厳しかった恩師野村克也さんに足を向けるような行為だよ。人間的成長なくして技術的進歩なしが持論だった。野村さんが生きてたらとても怒るだろうな。田中将大が成績落としてるのはまさに野村克也の言う通りだなと。いじめといじりの境界線は本当に難しい。田中投手がいじられキャラのまま先輩になり、感覚麻痺で後輩に同じことをして相手が嫌がっているかの裏まで気づけなかった可能性が強くて、やられた相手が苦笑とはいえ笑顔だったから見抜けない人には見抜けないだろうと思います。ただ後輩たちが田中投手に相談できなかったのは事実。安楽投手と仲の良い田中投手に相談は自分が同じ立場でもできないと思います。あとチーム内で自浄作用が働かなかったのが非常に残念です。もっと上の人たちに相談する方法を早急に作ってほしいです。